マヌエル・プイグは、アルゼンチンの作家。主な作品に、リタ・ヘイワースの配信、赤い唇、ブエノス・アイレス事件、クモ・のキス、このページを読む者に、永遠の呪いあれなど。ブエノス・アイレス州、ヘネラル・ビジェーガスで生まれる。5歳の頃から映画考えをする少年で、グレタ・ガルボ、リタ・ヘイワースなどのハリウッドスターに憧れる、少年時代を過ごす。 1945年、首都ブエノスアイレスの寄宿学校で学び、大学では外国語、哲学の学習に励んだ。1956年、小学金を得てイタリアへ留学。ローマのチネチッタで映画監督、脚本家を目指し、ビットリオデシーカ、ルネ・クレマンの下で助監督を務めたが挫折し、小説家に転じる。1963年、 ブロードウェイミュージカルを学ぶために、ニューヨークに渡り、諸女長編、リタ・ヘイワースの配信を書き上げる。ポップアート初の文学的成果として、同書が一躍脚光を浴び、帰国後発表した赤い唇、ブエノスアイレス事件が、ベストセラーとなる。1973年に、フアンペロン復権による、コーポラティズム体制化により亡命を余儀なくされ、アメリカ、メキシコ、 ブラジル島を点々としつつ、雲女のキス、天使のチブ、このページを読む者に、永遠の呪いあれ、南国に火は落ちて、などの作品を次々と発表。1990年に来日後、メキシコのクエルナバカでエイズにより亡くなる。巧みなストーリーテリングと現代的な主題で、ラテンアメリカ圏で幅広い人気を持つ作家である。登場人物の対話や独白、日記、 手紙などのコラージュする映像的手法、映画や歌謡曲などのサブカルチャーを洗練された形で取り入れる手法が特徴である。雲女のキス映画化の頃に来日して村上龍のインタビューを受けたこともある。金井美恵子の目白雑録2の正月日記によると来日の主たる理由は小津安二郎と成瀬美京のビデオを入手することであったという。しかし、 ナルセのものはほとんど入手できなかったらしい。ありがとうございます。